ミユビハリモグラ族は、哺乳口単項目ハリモグラ科に分類される属。ニューギニア島。過去にはオーストラリアにも分布していたとされ、ニューサウスウェールズ州でゼットロブスティスが、西オーストラリア州でゼットハケティが発掘されている。ハリモグラ族よりも大型で、体重1 7ラムに達した種もいる。糞は長い。競技のミユビハリモグラは、第一種と第五種の爪がないが、 東ミユビハりもぐらは、第一から五詞にすべて爪がある。以前は、ミユビハりもぐら Z ブルーイニーのみで本属が構成されていた。1998年に、アッテンボローみゆびはりもぐら Z アテンバローが新種記載された際に、東ミユビハりもぐら Z バータニーを独立種とし、新アシュ、Z ビース民期も含めて4アシュに分割するという説が提唱された。 化石種として、ゼットハケティやゼットロブストスがいる。以下の原生種の分類。英名は、グローブスに従う。和名は、ワタラに従う。標高900から4150メートルの高地にある、森林や草地に生息する。夜行性。岩陰や、森林内の石の隙間などを巣にする。ミミズや昆虫を食べる。ありがとうございます。